はい、今回はショップ紹介 Vlog になります。 NBA から B リーグはもちろん、沖縄バスケットボール界の最新情報に詳しい店長のたくまさん、同じく沖縄の一般選手権、クラブ選手権、さらにサムシティ沖縄代表で全国大会でも活躍している県内トップ5に君臨するプレイヤーとして名高いスタッフのゆうたさん、上記のお二方とお会いしたいという意図と、レジットブランドのデザインに魅了されたので、そのあたりのブランドをいろいろと拝見させていただきました。今回はスラブさん来ました。で、レジット、すいません、レジットってどういう意味か。レジットは確かに本物でした。本物、スラングのスラング用語を使っているブランドですね。実はもう前々から気になってて、ですね、だからちょっと今回ニューアライバル、まあ、ここも好きなんですけど、店長に、たくまさんに選ばせていただきましたっていう候補があってまあ A 型なんで自由順不断なのか決められなくて、店長決めてもらっていいですか。個人的にはそうですね、新作の右側だと、サイドに白いラインが入ってる方が、あ、確かにここですね、はい、入荷したてなんでおすすめですね、うんうん、メッシュなんで、あとこれ夏はやっぱメッシュが、メッシュ、まあ、軽いですもんね。そうですね、あと汗吸ったり乾くのはメッシュがやっぱダントツなんで、うん、まあ、ロゴもそうですね、センターにちっちゃくあって、うんうん、やっぱサイドが再現ですね。そうですね、合わせやすいかなと。ブラックですよね。そうですね、まあ黒だったら何にでも合わせやすいので、あと汚れ気にならないのがやっぱ、うん、白は汚れちゃうんでどうしても。一方こちらは素材は何？これはポリエステルですね。ポリエステルと、あのスパンデックスかな。スパンデックスってあのスイムキャップとか、はいはいはい、あの外人さんがつけてるデューラグ、うんうん、とかドレッドの人が巻くようなあの伸縮性のある素材、あれ出してるんで一応伸びる素材なんですけど、はい、うん、確かに、まあ、汗は吸うんですけどね、うん、メッシュに比べるとやっぱ通気性は劣るかなっていうのは、うん、じゃあこっちですね。そうですね、こっちが OK です。 I'll do me、 多分レジットとスラングに被ってるのかと思うので、まあ、実は着てるんですけどまあこちらにします。了解です。はい、ということでスラムショップの沖縄のたくまさんの選択でテルリンがニューアライバルのレジットを購入いたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回ペアチケット応募ボックスも目に入り、三度バスケットボールショップスラム店に足を運びました。実はペアチケットプレゼント欲しさに来たかもしれないですが、やはりソックスも気になったので再び来た感じです。ってことで今回スラム那覇店に遊びに来ましたってことでありがとうございます、はい、今回なんか探し物があるということで。そうなんですよね、レジットでしたっけ。そうなんですよ、ちょっとレジットが気になっていて、で、はい、そこでなんですけど、レジットのカラーが、まあ、3色でしたっけ。4色です。あ、4色ですよね。最近ね、入ってきたやつって、はい、結構いろいろあるんですけど、はい、まあ、普通のコットンティーだったり、なるほど、まあ、バスパン、なるほど、このバスパンのセットアップのタンクがこっち、うんうん、この辺の、あ、なるほど、この辺の、あ、すげえやつです。あ、こんな感じなんですけど、OK です。なんか探してんのはあるんですよね。あるんですよ。でも実はフライングで黒買っちゃったんですよね。はい、あ、この、そう、ん？
これこっちですか？ではないんですよ。これこのタンクのやつで、タンクのこれを、そうそうそう、まさにこれ買っちゃったので、これを買ったんですね。それ以外のなんかこう、うん、なんだろう、まあ、このテルリンさんに合うようなものを、はい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 、ゆうたくん、ゆうたさんに選んでほしいなと思って、あえてということで来店した感じです、はい、あれ、待った、いいけどなんか黄色いの気になったんですよね、タンクトップ。そう、この素材も珍しいし、パープル、おしゃれな感じだし、まあ、あとやっぱり夏だし、沖縄だしってことで、まあ、生地は確かにこっちの方がまあ軽くていいのかなと思いますね。そう、なんかね、うん、ライトオレンジも可愛いなと思いながら、なんかチームカラーが、あ、そうなんですよ、オレンジということで、はい、実はチームネルっていうところに所属してて、なって、はい、チームカラーがオレンジっていうこともあるので、ちょっと意識しているかな。パープル、オレンジ、うん、まあ、あとやっぱね、ウォリアーズも好きだし、はいはい、まあ着てますしね、そう、沖縄だし、やっぱ海の色かなっていう感じなんですよね。だからブルーかなっても思ってる、まあ、ブラックは王道なんで、まあ、実は深夜のチームもホワイト、ブラックがチームカラーであるから、もう、そうそう、さっきも言ったんだけど、ブラックはフライブで購入したので、あと一つって感じです、はいはいはい、なので、はい、ゆうたさん、この3色どっちか、このね、どれがいいかなって選んでほしいなと思いました、はい、なのでそれを購入しますので、ぜひアドバイスというか、はい、直感でもいいんで、テリアさん、テルリンさんはこれって言ってくれればそれを購入しますので。わかりました、よろしくお願いします。はい、ってことで、まあ、さっきの続きでスラムスタッフ、はい、なんやかんやで、はい、いろいろ話して、そうなんですよね、はい、やっぱ通気性あってのニューアライバルの今の確かにカラーで、またかつ、ね、そう、ホワイトもまあまあね、王道だしってことで、うん、この2色になりました、はい、まあ、で個人的に、はい、個人的になんですよね。はいはい、まあ、こっちはチームカラーで、うん、まあ、こういうソックスとかとも合わせやすいかなとは思うんですけど、はい、若干まあ色味が違う。なるほど。っていうので、ほうほう、まあ、自分は青の方がやっぱいいかなと。あ、本当？はい。まあ、さっきも言ってた沖縄といえば、まあ、はい、海、青い。なるほど。っていうので。まあ、これからの夏におすすめかなと思っています。本当、じゃあテルリンさんのカラーはもうブルー、もうテルリンさんのもうウォリアーズも好きなんで、あ、バレちゃいましたそっか、さっき言ってたもんね、さっき言ってたもんね、 OK わかりました、選びました、はい、OK です。じゃあということで、オレンジとブルー迷ったんですけど、はい、自分はこれをおすすめします。わかりました。ってことで、スタッフのゆたくんのゆとりにブルーを購入したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お客様にさりげなく寄り添う接客対応は神対応そのもので、スラムさんに立ち寄るとウキウキワクワクが止まりません。動画撮影も心地よくさせていただきありがとうございます。スラムさん限定で取り扱われる商品ラインナップも満載で、他店にはない魅力的なハイブランド商品もあるので、店長のたくまさん、スタッフのゆうたさんに毎回私のバスケコーディネートをチョイスさせてもらっております。コーディネートありがとうございます。スラムさんに足を運べば、きっとバスケファンに限らずバスケアパレル、バスケファッションの虜になるかもしれません。はい、また BJ リーグ時代、琉球ゴールデンキングス元バスケットボールプレイヤーの小菅直人選手が手掛けているメンズ脱毛サロン BB ビューティフルボーイの店舗の紹介も
ございました。男性でも脱毛で綺麗になりたい方はぜひこの店舗に立ち寄っていただければと思います。はい、今回はスラムショップとメンズ脱毛サロン BB ビューティフルボーイの紹介になります。概要欄にてスラム那覇店、バスケットボールショップスラム YouTube のリンク、それからメンズ脱毛サロン BB ビューティフルボーイの店舗のリンクも添付しておりますのでご覧ください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。